きわっきー、森の都のカプセリスト兼カプセルトイ研究家のわっきー貝山です。さて皆さん、した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 届きましたよ、こちら宝箱。長野の青柳さん、ありがとうございます。以前コスモス本でコラボいたしまして、なんか倉庫から見つかったよ、送るよって言われて届きました。嬉しいですね。今回はこちらの開封動画パート1ということでお送りいたします。その前にチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ中見てみましょう。じゃ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 んじゃ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 んじゃ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 ん。うわちょっと箱二つやばい。菅原通商コスモスから分家して運営していた幻の企業株式会社菅原通商の箱、これ自体もお宝っすね。いやサンプルってありますけど、うわわはいやばい、ほらやばいっす。あ、いや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 、すごい早々にこれがガロー伝説かな。で、これレアカラーこれかな。うわぁ。いやいや。うわうわうわ、これトニーの赤影だ。一カプセルだけ持ってますけどね。うわぁ。仮面の忍者赤影。デフォルメリングシール入り。うわ、シール入ってる。うわ、見切りシール。これはもう正直、やばいっすよね。フルかな。うわ。シール入りです、シール入り。ミニブッカー1枚ですけどね。うわぁ、ディフォルメ。見切り品。うわぁ、これはいいねー。いいねー、うん。うわ、すげえいい大事でした、これ。全モンスター大図鑑永久保存版。はぁ。なんだ、こいつは。これはまたちょっとおいおい、ビニール袋。わすげえ、大師途中バージョン。うわ、ミリタリー切った貼っつけてます。わ、後ろがクエスチョンの大師、すげえ綺麗。いやー、おアーミーエンブレム、これも多分こうくっつけて作った大師なんでしょうね。あ、これもクエスチョン大師か。すごいな。これも大師。うわ、知らない。クラシックか。200円。ピカピカメタルのおしゃれなクラシックか。へぇ。うわ、スーパー四駆。ねえ、まあ。どうやって展開したんだ。大師もいっぱい入ってるな。ミニプルバックか。200円。標識も入ってます。お、そしてこちらが。お、ガロー伝説。あ、さっきやっぱガロー伝説のキャラクターだね。はい、コレクションコイン。コスモスとユーのね、200円の台紙。93年。出てきた、うわー。光源氏生写真、キラキラミニノート、プロマイドシール。版権取ってないっすよ。やばいっすよ。おうおうおう。スモーキングセット。ジッポーライターね。あ、実物入ってますよ、ジッポーライター。フェリックス？重い重い。あとは、もう実際の、ああ、今でも現役の、煙の出るタバコ。お、これは台紙持ってますけど、面白いたずらグッズ。うわ、ちょっとフルコンプで入ってんの、これ。やばいね。リクエスト来たら紹介したいと思います。うわ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 、超実物くっつけてますけども、何の台紙かわかりませんが、いいですね。ガローガロー、このまま展開してたのか。うわ、やばいやばい、出た。うわぁ、ビックリマン、セイントソード、セイントフラッグ、新型登場。いやぁ、
うわ、やばい。なんかすごいぞ。手書きの台紙。ラフか、ラフ。うわ、ちゃんと実物も入ってます。あ、下にも実物のソードも入ってますね。お、これが実物。アーミーエンブレム。アーミーエンブレム。やばいな、これ。面白実遊文具。テレビゲームグッズ。うわ、やばいね。うわ、任天堂はないけど。ナムコとジャレコ一緒じゃね？すごいな、これ。で、実物も入ってます。うわ、タミヤミニ四駆、ジャンボマグネットステッカー。うわ、マグネットが丸まって入ってますよ。あ、すごいね。63年9月。まだまだあります。ライダーメットウォッチ。あ、これは流行ったね。二つ入ってます。あ、ちっちゃい系のメットもあったんだ。そして、こちら。ミニ四駆ダッシュ。ミニ四駆エンペラー。うわ。おろし値でも書いてあります。うわ、この辺もすごいな、実物入ってますよ。スーパー DX チビ四駆ドギュンダッシュ。ドギュンダッシュ、ミニ四駆の消しゴムですけどね。それにマグネットステッカーが入っている。あ、これは台紙だけあるけど実物わかんないよ。ミラクルスピン。これか、ミラクルスピン。ミラクルスピン、初めて実物を見ました。カードファイル。うわ、カードファイルは地味だな。ほら、普通のカードファイルだもん。おお、マスコット工具ボックス、ミニ工具入り。あ、これも全部ミニ工具入ってます。やばいっすね。いやー、すげえ。キョンシーグッズ。これはね、台紙持ってるんですよ。で、このキョンシーもあるんですけど、他持ってなかったんですが、全部入ってんの、これ。うわー、この辺のね、ナイフなんかも普通に、今でも発売されてますけど、数珠なんかもすごいよ。うわ、光源氏時計。半券ないですね。こんだけ時計入ってますよ。当時はね、全然当たらなかったんですけど、ライトにつける前のステッカーが、はい、すごい。四駆コントロールパーツ。はい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 。カスタマイズするやつ、この辺なんかも残ってないよね、実物ね。すごいな。おわおわおわ、なにこれ。不思議な卵、エネルギーボール。手のひらの上で君のパワーが光る。光ります、これどうですか？あ、電池抜いてるからいける？お、電池を入ってないから電池出たらなりそう。うわぁ。はい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 。じゃんけんホラー。台紙はあるけど実物持ってない、じゃんけんホラーですよ。うわ、じゃんけんホラー。結構でかいんだね。はぁ。お、あ、赤影もう一つ出た。赤影。リフォルメも消しゴム増えて。ステッカーも被ってるかな？どうだろう。さあ、もう9分になりました。まだまだありますね。この続きはまたパート2で。もう一回言います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。グッドボタンやコメント、さらには僕のガチャガチャのコレクションからこの辺見てみたいよというリクエスト、エモーイ昭和レトロガチャ、ご当地オリジナルのガチャガチャの情報などなど、コメント欄にてお待ちしています。さて、この後は2023年9月24日まで開催のガチャガチャ今昔コレクションの模様をご覧になりながらお別れです。それではまたねー。いやいやいや、続きも楽しみだね。